街道記は、女王二年成立と考えられる、紀行文。内容は、女王二年四月四日、白川のわびしなる者が京都から鎌倉に下り、十七日、鎌倉につき、善光寺参りの予定をやめて、さらに帰京するまでを描いている、中世三大紀行文のうちの一つ。作者は、近世、漢文四年に本書が、鴨の長鳴解道記として、 慶長二年の細川有罪の罰を加えて上司されていることから古くから鴨野長名と考えられてきたが鴨野長名の没年と本書の成立に齟齬をきたすため鴨野長名説は否定されている作者は関石や和歌の道に通じた人物であることから源の三つゆきを作者とする説もあるがその経歴と齟齬することから会議的な見方が大勢を占めているただし 本書の一部に虚構を想定するならば、原行業であってもおかしくはない。また、藤原修能を作者とする説もある。近年では、上級の乱で犠牲になった羽室宗行を特に痛み、さらに上級の乱により落泊したかのような記述から、宗行の兄弟である、下野守十五位下、藤原行長を作者とする説も出ている。下野守十五位下行長は、 平家物語作者とされる、シナの全事業長に否定されている人物で、本書の作者であってもおかしくはない。いずれの説にせよ、作者を特定するには決め手にかけるため、とりあえずは、作者未章とするたなく、今後の研究が待たれる。本書は、46弁令体で、追考品用している。漢文の古訓による特殊な用語などが多く見える。和漢の英集や、 本朝文随さらには、仏教語などが品質しており、気候文の枠を超えた思想性を含んでいる。東国は発信修行の敵地であるとする。また、作者の意図した一つに、歌枕の探訪を挙げることができよう。特に、伊勢物語ゆかりの古地を訪ね、有原の成平の後を偲んだ感銘を記している。また、東海一の霊峰富士山や、 天中川東各地の継承の様子を発射している UVA ライブラリー E テキストセンタージャパニーズテキストイニシアティブ解答記ありがとうございます。